せだあれ。さっきの。あら、アンガト。それだけ。んじゃ。
合い入れろ。さっきは悪かった。急用を思い出しただけ。はにくったわけじゃない。信じろ。明日も頑張れ。ちゃんと予習しとけよ。明日はキスシーンだったはず。覚悟決めてなんとかしろ。じゃ。おはようございます。かなりお疲れのようですね。大丈夫？目の下にクマできてるよ。昨日の特番見て眠れなかったとか、季節外れの心霊特集、あれすごく怖かったね。多分違うね。深夜アニメだよ。いや、昨日のは面白かった。何それ、あの次は何なのよ。アニメだよね。昨日のは燃えた燃えた。
ちゃっちゃと席つけ。授業中に寝たらダメよ。それじゃね。でも無理だよね、私だって。眠たいもん。司は年中だけどね。ま、寝るならバレないように。練習を始めます。まずは昨日の終わりから。はーい、今日もよろしく。
すごいあくび。何時に寝たの？何それ、練習できるの？それでは行きますよ。3、2、1、スタート。完璧だったよ。やはり体調が悪いのでは。先の場面を練習しましょうか。カット。ダメです。今のは全然違う場面のセリフです。どうしちゃったの？っていうか、やる気ある？眠たい？休んだ方がいいよ。もしかしてキスシーン？やっぱり。そんなにやりたくないの？だから今日はこんななんだ。何？理由を教えてよ。私だけならともかく、みんなにまで迷惑かけてるんだよ。もうちょっと真剣にやってくれないと困るよ。まあまあ、こなた落ち着けって。だってずっと練習してきたのに、キスシーンが嫌とかそんな理由で劇を台無しにしたくないよ。気持ちはわかるわよ。けど、なんで今日は調子が悪いの？本当にキスシーンのせい？それ嘘でしょ。私とのキスシーン嫌なの？理由を言って。キスシーンの何が嫌なの？もういい、勝手にすれば。コナンちゃん、どこ行くの？
帰る。なんかもうどうでもいい。そんな。お姉ちゃん、ゆきちゃん、コナちゃんを止めて。行かせてやんなさい。言っても聞かないだろうしさ。それに問題の原因は泉さんではありませんし。残念ですが、今日は解散しましょう。それから、どういう事情があるかは存じません。ただ、責任は取っていただきますよ。その言葉を聞いて安心しました。それでは皆さん、また明日。普通であるのは、そう、悔いを残さないことよ。本当にさっきまで誰かいたのか。もしかして彼女？慌てるとこが怪しい。どこで知り合った？
をちゃんと聞け。じゃねえよ、塔の話。ほら早く言え。当たり前だろ、ちびっこブチギレだぞ。劇をパーにするつもりか。ねえ、早く言え。じゃないと今すぐ怒るぞ。心配すんな、今が最悪だから。っていうか嫌う理由なんかあんの？それでよしね、理由って何なの？眠れなかった？知るかよ。ゆうかお前バカだろ。まあけどそれが理由なら話はわかるだろうな。てかあの時にちゃんと言えばよかったのに。それだよそれ。なんで私が出てくんの？変なことしてねえだろうな。分かんなけりゃいいけど、そっか、そういうことか。何がくだらねえって。そんなに嫌か？ぶっちゃけ私のこと嫌いだろ。嫌いなとこは、多分、私が、あれだから。気にすんな。それにしても変すぎだよな。なんで私が出てくんだろう。謝んなって。その、別に嫌ってわけじゃないからさ。許すも何も、本当に謝らないといけないのは私じゃないだろ。キス、やっぱあいつとすんのか。残念だな。じゃあ誰と鳴らしたいんだ？こそっと教えろよ。
いや、そのいいじゃん別に。お前は？そっか、私らちょっと似てるな。敵のライバル同士だからとか。大丈夫だろう。ちびっこだって謝りたがってるらしいぞ。イイラギがそう言ってた。付き合いが長いから分かるんだってさ。なんつうかさ、付き合いの深さを見せつけられたって感じ。いや、へこむよ実際。進行中なんだけどさ、後で連絡すっから。勝負は明日の昼休みだぜ。